ちは、衣装デザイナーの塩川夏子です。今回はお仕事での衣装制作の裏側を撮ってみたいと思います。今回制作させていただくのはこちらのムーブというアイドルグループさんです。ムーブさん、撮影のご協力ありがとうございます。で、今回はこちらの6名分の衣装を作るんですけど、6着どうやってね作っているのかとか、アイドル衣装を作る上でのこだわりポイントだったり、まあ、全体的な流れだったりをお見せできればなと思うので、ぜひ最後までご覧ください。それではどうぞ。はい、まずはね、デザインを決めるにあたって運営さんとやり取りをして、イメージとかご要望とかを聞いてみました。ざっくりまとめると、メンバーカラーが入った個別衣装。で、個別衣装っていうのは全員デザインが違う衣装のことです。で、2つ目がグループの雰囲気がフレッシュで清楚な感じがあるので、そういう雰囲気に合った衣装。で、3つ目がチョコメルティーキスという曲の MV に使うみたいなので、曲に似合う感じがいいっていう、この3点、これを意識しながらデザインを提案していきたいと思います。で、6人分のバラバラのデザインを考えるんですけど、なるべく6人それぞれの個性とか雰囲気に合った衣装デザインにしたいなと思うので、 SNS を見てリサーチしたいと思います。これね、結構私やってるんですけど、アイドルさんだったら Twitter と TikTok をたくさん見て、この子はこういう雰囲気が似合いそうだなみたいなのをチェックしていきます。まず白色担当の中本こまりさん、かわいい。めっちゃポニテ似合うね。なんか清楚っていうか、なんかナチュラルな感じ、ナチュラル爽やか。次、アイリココさん。なんか結構ヘアアレンジよくしてるのかな。ツインテールもめっちゃ似合うし、で、結構、まあ、ガーリーというかフリフリなお洋服とかも好きそう。この子は結構リボンとかふんわりボリューミーなスカートとかなんか好きそうだし似合いそう。かわいい。次、姫野ひななさん。148センチ。かわいい。リーダーなんだ。リーダーだったら、やっぱり、まあ、リーダーっぽい要素入れれたらいいのかな？ちょっとだけね。うん。リーダーって言っても、ミニマムリーダーって言ってるから、ちっちゃくて元気なリーダーみたいな雰囲気が似合うんじゃないかな、みたいな。で、身長が低めなので、衣装が重たくならないようにちょっと注意したいと思います。次、赤間四季さん。美人。ね、バッチリ垂れ目で可愛い。なんかこの子は、まあ見た感じの印象になっちゃうんで、キャラが合ってるかわかんないんだけど、お姉さんみたいな。お姉さんっていうか、なんていうのかな、おとなしい。ちょっと落ち着いてる。けど、あざとい。みたいな。イメージ。だから、もうふわふわブリブリみたいな感じよりは、なんかプリーツスカートか、ちょっとタイトめで、ひらひらしたスカートとかが似合いそう。次、石原さきさん。最年少。なんか、ザ・妹キャラってよりは、ちょっと落ち着いた、しっかりした年下みたいな感じなのかな。かわいい。この子が一番身長が高いみたいなので、全体がね、大きくならないように気をつけたいと思います。次、ふきなほさん。かわいい。お野菜グリーン緑色担当。私の勝手な印象としては、一番落ち着いてるっていうか、清楚が似合う感じ。まあ、6着の全体のバランス見て、どっかフリル入れたりはすると思うんだけど、フリルとかバフスリーブとかみたいに、こう、丸っこいふわふわシルエットより、プリーツだったり、こう、ストーンとした、綺麗めな？綺麗めっていうか、ちょっとかっちりというか、そういうラインが似合いそう。という感じで、6人の個性というかね、それぞれの雰囲気がざっくり分かったので、そのイメージをちょっと反映させながら、6着分のデザインを考えていきたいと思います。はい、という感じでデザインが決まりました。文字とか情報が入ってるので、モザイクさせてもらっています。で、デザイン画を書いて送って、で、可愛いって気に入ってもらえたので、細かい希望とかないですかって確認して、こういうの入れれたら嬉しいです。ここ、もうちょっとこうしてくれたら嬉しいです。みたいな意見いただいて、反映してっていうのを
2、3回かな繰り返してこちらに決定したって感じになります。でこういう感じのチェック柄を使うんですけど、これも何パターンかチェック柄を提案して、今回はね黒いチェックに決まりました。これでデザインが決まったので制作していきます。で、生地なんですけど、このチェック柄はオリジナルの加工で作ります。まずはチェック柄をデザインして、で、このチェック柄の上からハートの柄を重ねるんですけど、そのハートがね、白っていうのかな？ちょっとね、こうキラキラしたハートを入れるっていう加工をします。で、6種類の生地のデザインができたので、工場さんにお送りして生地に加工してもらいます。はい。加工してもらった生地が届きました。見てみよう。おー！かわいい！ピンクのハートがいっぱい入ってます。キラキラってする。いいねー。おー！かわいい！ハート。はい。それでは裁断をして、ようやく縫っていきます。衣装を縫うのにもまあまあ時間はかかるんですけど、デザインの打ち合わせをしてデザインが決まるまでとか、生地の準備があるものだったりは結構時間がかかることもあります。着数があるやつはもうひたすら縫うって感じです。もう工場の人になった気分でひたすら縫っていきます。はい、今ね白いシャツを6着作っているんだけど、全部同じような形だからメンバーカラーをね書いて区別してます。で、形はね全部似た感じなんだけど、サイズが微妙に違ったりするので、このね似たシャツでもね一人一人のサイズとか、あと丈の長さとかも変えて作ってます。はい、昨日フィッティングに行ってきて、この衣装のサイズ問題ないかとか、スカートの丈とか全体のバランスとか確認しに行ってきました。で、ムーブのメンバーの方に初めましてをね、したんですけど、みんなめちゃくちゃ可愛くて、まあ一応アイドル活動のオフの時間というか、ステージに立ったりね、する前なのにね、なんかもうオーラというかね、なんかもう元気で爽やかな感じが、もうアイドルだなみたいな、笑顔が多いグループだなというか、なんかすごいね、なんかキャッキャしててね、めっちゃ可愛くて、ですごい衣装も気に入ってくれて、わーみたいな、もう着て帰りたいですとか言ってて、めっちゃ可愛くて、すっごい癒されました。本当に可愛かった。で、衣装の形がバラバラなんだけど、まあ、私なりにね、その子の個性だったり雰囲気を引き出すデザインできたらいいなって思って6人分デザインを考えさせてもらったんですけど、みんな、なんか、あ、誰々ちゃんっぽいみたいな、誰々ちゃんめっちゃこれ似合うみたいな反応がねもらえたので、一安心というか良かったかなって思いました。でもね、今回の衣装ね本当に可愛くて、めっちゃ自分でも気に入ってます。この衣装でねライブあるってなったら見に行きたいなって思ってます。もうねトルソーで見るよりね、ステージで見る方が光とか着てる人が生き生きしてるっていうのも相まってめちゃくちゃ可愛く見えるんですよ。衣装もまあ着こなしてくれてるアイドルさんにも感謝しつつ、めっちゃ楽しみだなって思います。はい、ほとんど完成したので仕上げにリボンをつけていきます。リボンはブローチピンをつけていて取り外しが可能です。で、これで完成でも十分いいんですけど、アイドルの衣装の場合はダンスとかをねするので、この襟の部分がたまにリボンに被っちゃうことがあるんですよ。まあ、この状態でねステージに立ったらちょっとね惜しいって感じなので、こうならないように襟の一部をシャツに縫い留めていきます。今仮でピンでね留めてるんだけど、こうすると襟がリボンの上に来ることはないので、安心してジャンプとか回ったりとか
ても大丈夫な衣装になります。これはね、シャツの襟元なんだけど、シャツが全員真っ白でパッて見た時に見分けがつかないので、こんな感じで面カラーの印を入れてます。この印でね、誰のかすぐ分かって管理しやすいのかなって思うのでやってます。はい、という感じで完成したのでトルソーに着せてみます。まずは面カラー白のおまりさんの衣装。あ、そう、面カラーは白なんだけど、今回はねグレーで作ってほしいってことだったのでグレーの色にしてます。はい、こんな感じです。このひらひらの袖が好評でした。続いてピンク、6人のバランスと清楚、爽やかさっていうポイントを押さえつつ、6人の中で一番ラブリーな感じだったので、スタートのボリュームと胸元のリボンでラブリーな感じを出してみました。続いて赤、月さん本人も真っ赤な衣装があんまりこう得意じゃないみたいな言ってたんですけど、今回はパステルっぽいというか落ち着いた赤にしたので気に入ってくれてました。続いて青、一番スクール感があるミニマムリーダーにぴったりの衣装になったんじゃないかなって思います。続いて黄色、さきさんの衣装は途中で肩を開けるっていうのに変更になったんですけど、もうこれをやって正解だなって思います。すっきりとボリューミーのいい感じのバランスになっててめちゃくちゃ可愛い。最後に緑、この子のジャケットの形すごく気に入ってます。はい、という感じで6体の衣装が完成しました。それでは着用したムーブさんの姿をご覧ください。初めて私たちムーブです。それぞれの衣装の大好きポイントを伝えちゃいます。はい、白浦担当中本こまりです。私の大好きポイントはこの羽みたいな袖とキラキラのハートです。ピンク、かわいい。はい、青色担当ミニマムリーダーの姫野ひなのです。はい、衣装のポイントはまず私たちが初めての面カラー、やったー。そしてリーダーらしいこのブレザーとミニミニのピチピチスカートです。かわいい。ネクスト。はい、赤色担当赤マスキです。私の大好きポイントはなんといってもこの初めてのベレー帽です。嬉しい。ずっと憧れだったのでとっても嬉しいです。次。はい、ムーブの黄色担当最年少17歳石原咲希です。私のおすすめポイントは一人だけこのリボンがうちの肩になってて、ここがオフィシャルに開いてるところが大好きポイントです。ネクスト。はい、ムーブの新メンバー緑色担当の茎奈穂です。私のお気に入りポイントはこの女の子らしい襟とこの肩です。ネクストガール。はい、ムーブの新メンバーピンク色担当アイリココです。私の大好きポイントはこの大きなリボンです。プリキュアみたいにとっても可愛いなって思ってます。はい、私たちこの可愛い衣装で初めての MV を出させていただきました。チョコメルティーキスという曲で YouTube に載ってるので皆さんたくさん見てください。イエーイ。それでは以上、私たちムーブでした。はい、という感じでいかがだったでしょうか。余談なんですけど、先日ギフっていう一番でかいアイドルの夏のイベントフェスみたいなのがあるんですけど、でムーブさんがそのメインステージの決勝戦みたいなのに出ていて、なんと優勝しました。めちゃくちゃすごい。いやー、すごい。そんな今勢いのあるムーブさんなので、ぜひ気になる方はムーブさんのライブや SNS をチェックしてみたりしてください。こういったお仕事の動画も好評だったら今後もちょっとやってみようかなと思うので、よかったら感想コメントから教えてもらえたら嬉しいです。それではまた次回も面白い衣装や可愛い衣装の制作動画をアップしていくので、チャンネル登録をしてまた見に来てください。それでは
バイバーイ。